主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき第163回目、はいですね。最近ですね、うちの番組にちょっとたくさんお便りをいただいて、送ってくださってる、もらってるんですよ。たくさん、うんうん、で前ね150回の時にステッカーねプレゼントしたじゃないですか。前ね、うん、でそれでステッカーが届きましたよとかいうこういうお便りもたくさんいただいてるんですけど、うん、時々ですね、名前を書いてらっしゃらない方が、名前ほう、メール、Eメールだと送信者の名前があるんだけど、それと本名は合致しない場合あるでしょ。それとラジオネーム、うん、ペンネームも合致しないでしょ。そうすると誰かわからないお便りが時々混じってるんですよ。でまあ、で問題はないわけでしょ。そでもこれからちょっとまたお便りね紹介する時間もあるんだけど、何がしさんってことですか、が初めての方なのか、あれでもこの名前の人そのステッカー頂戴リストに名前載ってないぞ、でもステッカーありがとうって届いてるぞとかってあったりして、ちょっとあたふたしちゃったのが何回かあったんです。書いてもらった方がいいって。そう、ペンネームでも本名でも構いませんけど、うん、できればじゃなくて、必ず誰か分かるようにそう、ね、お便りを書いてほしいなと、全てたくさんいらっしゃるのでこんがらがってしまいますので、うん、ぜひご理解とご理解とご協力をお願いします。そうですね、はい、もうずっとちょっと気になってたんです。うん、はい、じゃあ、本題の方いきます。はい、さあ今日はですね、こういうちょっと資料を見つけてきたので、紹介します。今日はね温泉番付。へえ。以前ね惣菜番付、あお惣菜 ね、 江戸の、うん、ね江戸時代の江戸の町のなんか人気メニューみたいなのやりましたね。あやったじゃないですかね、うん、あれの今度温泉バージョンをちょっと見つけてきたので、今回は江戸時代の人気温泉地、まあ、こういう読み物多いんですよ ね、 江戸時代って番付を何でも好きね、うん、でもまあ現代でもこうなんとか百選とかって、まあ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 分かりやすいしね、うん、なんかそうベスト版みたいなね、うん、感じであげるの多いですよね。江戸時代の人も好きなんだね。江戸時代の人も今そういうなんかどういうとこが流行ってるか、まあ、これ瓦版とかでよく読み物みたいな感じであったみたいね。で今日ね紹介する温泉番付は、うん、諸国温泉効能館、効能鏡でしょう。これは嘉永4年幕末だね、1851年の2月に発行されたものです。うん、なんかいろんなバージョンがあるみたいなんですが、うん、まあ江戸時代のもう幕末の頃江戸後期が、うん、いろいろあったみたいです。今日はこの1851年版のものを紹介しますね。うん、で番付ですからお相撲さん の、 ランキングに合わせてるわけですよね。そうね。ですが横綱っていうポジションが載ってなかったんですよ、この番付見ると、ね、うん、でちょっと調べてみると、昔はねなんか横綱は別格というかないでしょ基本。ないんだね。うん、なんていうのその特別は、まあまあ、今で国民栄誉賞みたいなもん、まあまあ、違うな違うな、まあ、レジェンド
そうそうそう、なんか軍隊でのこの元帥みたいな感じで、なんかその位としてあるわけじゃなくて、名誉会長みたいなもん ね、名誉職というか、まあまあ特別な、だから現職じゃないんですね、うん、はい、なのでないです。でちょっと読んで、あのちょっと上げてきますね。で大関がトップやね。そうですね、うん、はい、失礼。でたくさんあるんで、まあちょっと時間が許す限りですが、うん、まあなるべく上の方から順番に。そうね、でこれ見ていくとですね、その大関関脇小結びの前にですね、うん、まず行司、行司、行司さんですね、うん、のポジションに当てられているのが、まあ、こんなも全部温泉地になってるんですね、うん、でまず行司が津軽、うん、しょっぱらから読めない、大鰐、大鰐の湯、大鰐温泉ってあるじゃん。知らない。大鰐泉かなんかにあるじゃないですか。津軽って青森県だよね。弘前の手前ぐらいに。へえ、うん、有名なんだね。江南鉄道ってあるでしょ。あれの終点、ほら大鰐温泉って。あ、そうなんだ、うん、これ温泉地つなぐ鉄道だったんだ。あーかな、当時はね。そうやね、弘前から、はい、うん、でまず津軽の大鰐の湯、うん、あと紀伊の紀伊熊野本宮の湯。あ、熊野本宮に温泉なんかあります？どれだろうね、なんかあの川の温泉のこと、壺湯みたいなやつでしょ。あの、あ、壺湯もありますね。一人暮らししか入れない公衆浴場。なんかほら川掘って、あ、川湯、あ、なんか仙人風呂、仙人風呂ね、あれのことかな。あれかな、あれなんだ、川湯温泉だっけ。川湯温泉だね、あれね、うん、まあ、だ要は熊野の山奥ですね、熊野本宮。肝心元にまた違うのがあるから。あ、そうですか。あ、まあ、熊野本宮、なんか行ったことあります？熊野本宮。行った行った。まあ、あります。温泉あります。あの、あれちゃうの、壺湯のある、 あれでもちょっとずれてません？あ、ね、まあ、まあ、まあね、当時のね言い方と今の言い方とずれがありますけど、うん、と、まあまあ、あの紀伊半島の山奥ですね。はい、あと3人目の行司が伊豆の熱海の湯。あ、これは有名です ね、うん、橋田壽賀子も住んでる熱海。あ、そうなの、うん、なんか住んでる家に温泉引いてんじゃん。 あの辺はなんか家にあるんでしょ、ね、はい、続いて肝心元、うん、何ですか肝心元って。まあ、肝心元はなんていうの、その相撲を開いてお金集めて、もともとほら肝心相撲ってこうなんかお寺の再建費用とかを捻出するためにそういう出し物を呼ん でその利益をこう寄付するっていう感じ。 あれですね、あの大道芸でのとこであの帽子にお金入れてちょってこう回るようなの、うん、なんかチャリティーの 大元みたいな感じですよ。なんか今日僕例え下手ですね。ひどい。はい、肝心元はですね、紀州熊野新宮の湯、うん、あら、また紀州ですね。新宮と新宮市ってありますよね、あの 和歌山と新宮だから海の方ですよね、うん、あそこに温泉あります。なんかあるんじゃないの。勝浦また違うの。勝浦だ。あ、勝浦と新宮って鉄道でも30分ぐらいかかってますよね。なんか分からないね。でも新宮のなんかあるじゃないですか、有名なホテル、おなんか沖合の島みたいなとこ。それって勝浦ですよ。勝浦、あの洞窟温泉があるとこでしょ。あ、そうそうそう、あれ勝浦、勝浦、うん、船で行くとか。そう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 、まあ紀伊半島のあの熊新宮ってあの熊野川の河口の町だから、うん、そうね、その辺にあんのかな。ちょっと見えて、まあ、これっていうかまだあの辺一体ってことなんだよ。本宮、あの内陸部のこう温泉宮、はい、で勝浦とかを含める海岸部みたいな感じ。あ、うん、まあね、あ、でも新宮藩ってあったもんね。あ、紀州藩、ね、紀州藩の中の助家老のね、うんうん、そういう風に見るとなのかな、ちょっと当時の言い方がとね、うん、分からないですね、地名のね、その概念が分かんないけど、うん、はい、続いて差し添え。差し添え、うん、これってあの刀持ってるぞ、将軍様の後ろで。そうなの、それ立ち持ちとかでしょ。あ、じゃあなんだろう、なんだろうね、なんか手伝いの人でしょうね、うん、これの役に就いたのが上州沢渡の湯。沢渡の湯、上州って群馬ですよね。そうやね、神津家
沢田上州って言ったら、まあ草津が有名ですけどね、うん、あでも草津は違うのか、沢渡温泉とかってあるんですかね。うーん、まあ、あの辺もねいっぱいあるしね。ね、群馬の方はちょっと情報ください。はい。さあ、続いて大関。大関ですね。これはトップって言ったよ、ね。はい。うん、西の大関は西雪舟有馬の湯。ああ。兵庫県。ね。行ったことないですよ。有馬温泉。あ、本当に。名前は知ってますけど。どの辺にあるの？宝塚とかあの辺のおこちゃの方でしょう。本当にあれ神戸じゃないの？有馬温泉って。有馬は今何市かな。宝塚の方が近い。宝塚とかからバス出てるし、うん、あれ電車で行けないんですか？電車はあれでしょ、新鉄寺神戸電鉄か。あれで、あれ神戸の、うん、なんか神戸駅ぐらいからか三宮の駅ぐらいから、うん、なんか山、あごめんなさい、そうそう、あれ六甲だ。でそれが神戸電鉄でしょ、新海地ってとこから出て、 あれのなんかこう枝分かれしたとこにあります。意外と行ったことがないです。あ、そう、はい。続いて東の大関。東、はい、東の大関は上州草津の湯。あ、これも有名ですね。まあね、あの板でペチャンペチャンペチャンってお湯かき混ぜるんでしょ。湯もみってやつね。でも草津温泉も行ったことない。マジで、うん、全然ダメじゃないですかね。ええ、うん、で群馬自体そんなに、前行ったほら富岡製糸場とかさ、まあね、北関東ってなかなか西の人には行かないよね、うん、ねえ、はい。でも本当有名で、ドリフターズも歌ってますもんね、これ。ババン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 バンバンバンってね。はい、続いて関脇、うん、田島、うん、木の先の湯。ああ、木の先か。なんだっけ、木の先にてって誰だっけ、谷崎潤一郎だっけ。木の先にては違うよ。現代原告で習ったな、誰だっけ。志賀直哉。志賀直哉だね、うん、もうこれも行ったことない。あ、そう、昔イベントあったでしょ。あ、行ったじゃん。あれ僕不参加だったんですよ。あ、行ってなかったっけ、うん、あ、そうですか。なんか急行列車で行くやつ。そう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 、あれ僕なんで行けなかったのか覚えてないけど、行ってない、うん、それにしても行ってないの。それにしても行ってない。あ、そう、なんかこの後全然行ってないなと思って。ダメじゃん、企画失敗だなと思いますね。はい、続いて自爆みたいな、はい、東の関脇、うん、何でしょう、野州で野州、野州、うん、那須の湯、うん、那須の湯地の那須、そう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 、那須高原の那須、そうそうそう、那須の御用邸の那須、そうやね、那須塩原ってこと。ああ、まああの界隈もね、いろいろ温泉ありますよね。ありますよね。那須塩原は行った、うん、何しに行ったの。結婚式、あれ前言わなかった。言ってたね、まあ、関東の結婚式の地味なこと、うん、お引き出物が全然なくて。なあ、さあ、あんたの地域がすごいんだよ。で温泉とかいっぱいあ書いてあったのよ、うん、那須塩原駅に降りると。だけどどこもタクシーじゃないといけないって言われて、なんじゃそりゃと思った鉄道旅行客でした、あ、僕はね、はいはいはい、だから近くまで行ったというだけですね、うん、はい、今のところ一個も行けてない。行けてないですね。大関関脇ダメですね。大関関脇全滅、はい、はあ、続いて小結び、はい、与州、これ伊予のこと、うん、そうやね。与州道後の湯、道後温泉行きましたよ。これはこの前行ったんでしょ。これは、はあ、あのこの間はあの松山行った時は入ってないです。あ、入ってへんの。入ってないです。あれ一緒に行ったんだっけ。違うか。いや、水月さんと一緒には松山行ったことないよ。行ったことない。ないよね。あ、そうですか。失礼しました。ない。うん。あの、この間も行きましたが、入らなかったけど。入らない。うん。あ、でも入ったことあるよ、過去に。うん。うん、ちょっと深いお風呂でね。ああ、あの、あそこね。あの、浴槽が深くて、そう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 、あの、なんか、石のね。ペターンって座ると、
水没するし、ああ湯船ね、湯船に、湯船にね、中腰みたいな感じでね、で暑いしね、お湯がね、うん、うん、あれなんで2部屋あるんだろうね、あの道後温泉ってさ、何が浴槽、浴室、あれだってあれなんか料金違うでしょ。いや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 、あのさ、別料金のとこもあるけど、普通の普通料金のとこもあっちとこっちもさ、もともとはなんか違うんじゃない、多分料金が。ああそうなの、今はなんかね両方行ける感じになってる、ね、はい、続いて西の小結び、西、はい、信州諏訪の湯、諏訪の湯、東ね、あごめんなさい、東の小結び、うん、信州諏訪の湯、諏訪ね、諏訪って温泉あるの？この諏訪湖の湖畔にもなんかいっぱい外湯あるじゃん。嘘。嘘じゃない。間欠泉は見た。ああ、あるけど、なんかちっちゃい、なんていうの？小屋みたいな外湯なんかいっぱいあるよね。諏訪湖行きましたよ。あ、そう？諏訪大社のあの辺とかに行かなかった？諏訪大社行きました。え、なんかいっぱいあるよ。路上っていうか、辻みたいな。あれ温泉街だったのかな？温泉街っていうか、ね。なんかね諏訪はね、うん、なんかね石仏見に行った、石仏、万円の石仏とかって言って、なんか岩の上に仏さんの顔が乗っかった手彫りの石仏が、変な石仏があんのよ。それなんかあそこじゃないの、九州じゃないの。いや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 、すわすわすわ。それと、うん、なんか間欠泉を見て、うん、なんか間欠泉があれ、なんか人工的なのね。あ、そうなんですか。なんかその何時にやりますって言って、うん、なんかバルブを、そんな感じなの。うん、でなんか自然的に1時間間隔で出るのかなと思ったら、なんか湖畔のやつでしょ、うん、なんかその管理してて、なんかすごいのやらどうやら、なんかちょっと幻滅した思い出があります。はい、続いて前頭一段、はい、はい、一段目、はい、西の前頭は歌集、うん、山中の湯、うん、これは石川県の山中温泉ですか。加賀ですね、うん、これは行ったことある。あ、そう、うん、社員旅行で行った。うん、ただ泥酔してもうここで泥酔して、うん、ホテルのね、あの部屋の、うん、社員旅行で旅館ね、貸し切りみたいな、うん、1フロア貸し切り状態じゃん、うん、でそこで、まあ、自分の部屋で泥酔して、うん、もう強制、あの宴会場から強制退場させられて、うん、で部屋で寝かせられて布団の上でゲロ吐いて。マジで、うん、珍しいね、まだ若かった時だし、あのお酒の飲み方が、その時にそのパートのおばちゃんに言われたら、ケリー君お酒に飲まれちゃダメって二十歳くらいか、十じゃないね、二十歳、それまずいです、ね、本当に。だからあのビールとか、うん、チューハイとか、あのジュースみたいだから、うん、あんなんでもやっぱ昔から酔いつぶれたことないけど、うん、あの日本酒とかはやっぱり飲み方は気をつけないと、うん、まあね、ダメですよね。そうですね宮崎くんもね、うん、しつこいようですが痛い格好があるので、言えたぎりじゃないそれは若気の怒りですよ今はもうね大したもんですねえ、あの逆に飲めなくなってきたね。ああ、うん、ねえ、どうだろうな。前だもね、ワイン買ってきたんだけど、うん、前だったら1本とかペロリンチョって飲めたけど、もう入っていかないのよね。あ、酔わないし入っていかないしって感じになってきて、なんか安かろう量が多かろうじゃなく、なんか質のいいものをちびちび飲めたらいいのかなというような、うん、大人の階段じゃないですか、ね、一つ大人になったのかなとはい、結局山中温泉ですけど、うん、こうストリップ劇場なかった、ここどうかな。俺もなんか外湯しか行ったことないから分かんない、うん、なんか加賀って石、こなんか山中温泉ともう一個なんか、あごめんなさい、あっちです、
何か。あわら温泉。あわら温泉は福井でしょ。あれ福井なの、うん、あっち加賀温泉の中になんか山中とか山城だ。あ山城温泉。山城。あなたが泊まったのは山中なの。あちょっと今言ったらどっちかどっちかもう思い出せないでもその辺あの界隈ね、うんまあ、いわゆる加賀温泉郷の施設ってことね、はいはい、であの旅館の部屋で芸しちゃったという思い出のある石川の温泉でした。へ、はい、続いて、東の前頭一段、うん、図州、図州湯河原の湯、湯河原、湯河原温泉。そうだね、これなんか伊豆半島だっけ。伊豆のまあまあまあ入り口って感じだね。伊豆って行ったことないんだよ。あそう、うん、だから多分熱海が、熱海は伊豆、まあギリね、うん、それぐらいしかなくて半島には足を踏み入れてない。そういうことですね。なんかほら伊豆半島に行くとなんかほらサボテンの公園が あったっけ熱川か あるらしくて、なんかそうだほらサボテンでさあれ暴走じゃなかったっけ。いや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 伊豆半島にある熱海でしょ。熱海、いやえもうサボテンなんとかでしょ。なんかほらチンチンのサボテンがいっぱいある。サボテン、チンチンのサボテン、チンチンのなんかほらサボテンってさ、そう禁止をなんか連呼してるけどあの接ぎ木してさ、なんかそんな形にしたようなサボテンがたくさんあるサボテンパークみたいなのってなかった。あなんかその大人の、そうそうそう、温泉地にありがちな、あの秘宝館、国際秘宝館のサボテン版、なんかそんなん、まあまあ、サボテンこんなんあるの、あるでしょう、うん、はい、なだって伊豆ってあと天城越えぐらいしか分かんない。下田とかさ。ああそうですね、うん、ああなんか揉めてるんでしょ。何を。なんか下田のゆるキャラがなんかちょっともうネタ的に古いでしょうけど、あのペリーをなんか、うん、なんかかたどったような、なんかなんちゅうのそれを元にしたゆるキャラを作って市長がなんかイチャモンつけた。へつってなんか外国の偉人をこんな勝手にゆるキャラかし、ゆるキャラにしちゃってなんか感じ悪いと思いますとかって。なんか市長って言ったで当事者じゃないの。うん、なんかそのキャラを作ったのなんか青年、地元の青年だとかさ商工会みたいなとかがなんか作ったのにっていうのでなんかイチャモンつけたってなんか報道で見ましたよ、うんうん、はい。続いて西前頭、うん、次はね肥後の阿波の湯、うん、え、あごめんなさい阿蘇の湯、ごめんなさい阿蘇温泉ですね、うん、阿蘇行ったことない。全然ないね。ケリーさんダメですね、うん、これもう今地震でね今年は。ああ阿蘇はそうだよね、大変なちょっとね今なかなかところですけどね、うん、阿蘇は行ったことあります。ありますよ。あら、うん、え馬とか乗ったの。馬は乗ってないけど、うん、なんか九大線って鉄道路線があるでしょ。宝庇線かな。九大線はちょっと上でしょ。あれ違うの。だから今日すいません誰誰だって。宝庇線スイッチバックとか、うん、なんか客車が走ってたのってあれ九大線でしょ、うん、あれ上、もうちょっと上、うん、あ失礼しました。どうなんす阿蘇温泉なんかは。温泉ね、ああ阿蘇ってだこれもなんかどこなのかな。そのまああの一帯にもなんかいっぱいあるしね。ああ、うん、まあでも火山だもんね。そうそうそう、はいはい。続いてこれなんていうの、曹州、曹州足の湯、うん、足って手足の足、どこでしょうね。曹州ってどこ。佐賀、佐賀に、うん、ってことは神奈川県か。神奈川、うん、足ってどこでしょうね。箱根のこと。うーん、箱根の方かね。足柄、うん、足柄山って栃木とかじゃないです。なんでな足柄山は。あれ足利か、ごめん足利かすっごいな今日頭回ってね。今日はひどいです ね、ああちょっと、あこれも神奈川はリスナーさんたくさんいらっしゃいますから。あ箱根かな。補足情報お願いします、うん。はい、続いて、ま、西の前頭豊後、うん、え豊後ではない、これ豊後、豊後浜脇の湯、うん、
浜脇ってところです。これは初めて聞いた。いやー分からん。はい、続いて東、前頭、前頭東、うん、陸奥、うん、陸奥竹かな、竹、竹の湯、竹の湯、竹ってなんていうのこれ、山岳じゃないわ、なんだっけ山冠に地獄の、山冠に地獄の国、監獄の国だね、うん、そうそうそう、陸奥、陸奥広いですよね。陸奥はね、竹だけの言う、なんか、うん、聞いたことあるけどね。あ、ちょっと東北リスナーの方、うん、情報だけ温泉ってどっかですよね、うん、うん、そりゃそうだはい、はい、続いて西前頭、ああ、肥前温泉の湯、温泉の湯、温泉の湯、そうですねこれで江戸時代の人分かるの、肥前で温泉、肥前、肥前温泉じゃないよねこれね、今までの読み方だと。肥前は佐賀か、佐賀に温泉って地名がある。 あそこは佐賀ってほら、た、多分竹雄とかあの辺でしょうね。ああ、素通りですね、ケリーさん、ごめんなさい。あ、そう、うん、立ち寄ったことあります、竹雄温泉、あそこもほらすごい大きな外湯が、あ、そうなん、古い、うん、はい、続いて東前頭、上州湯川尾の湯、湯川尾かな、湯川尾、お湯に川に尾っぽ、どこなんだろうな、湯河原温泉ってこれ伊豆だもんな、湯河原先やったじゃん、うん、やっぱ群馬はあの浅間山とかの影響でいいお湯が、まあ、たくさんね出るでしょうな、うん、はい、続いて西前頭、うん、薩摩、薩摩、霧島の湯、あ、これは知ってる、知ってる、うん、霧島神宮しか行ったことないけど、あ、うん、温泉っぽいのなんか感じあった、まあ、あの辺もありますね、いっぱい、東前頭、仙台、うん、鳴子の湯、まあ、鳴子でしょうね、今の鳴子ってどこです、仙台こけしのあれじゃないの、あの鳴子、だ、字がほら今は鳴くっていう字だけど、口辺に鳥、ああ、はあ、はあ、うん、あの鳥が鳴くの鳴くね、そう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 、あ、鳴子のことでしょう、うん、多分。続いて西前頭、うん、豊後、うん、別府の湯、別府、これも有名ですね、別府温泉は、うん、あの地獄巡りとかそうね、あるところですよね、うん、これも行ったことないな、え、別府もないの、別府温泉行ったことない、へー、あれ別府ってあの商業科の先生がいるとこ、うーん、いたかな、別府にいたかな、あれ違ったっけ、いや彼大分でしょ、大分でしょ、うん、うん、はい、はいはい、東前頭、はい、最上高湯の泉、うん、最上、山形県ですか、最上、そうでしょうね、高湯温泉、高湯温泉、うーん、聞いたような、聞いてないような、はい、続いて西前頭、うん、肥後、肥後、熊本、三河の湯、山賀かな、山賀、うん、山にお家と書いて、山の家と書いて、はい、熊本、うん、内陸部ですね、いや、やっぱ阿蘇系の、うーん、まあそうだよね、まあ、あの辺の、うん、はい、東前頭、うん、武州、うん、え、こう、おごうちばらかな、おごうちばらの湯、おごうちばらの湯、うん、武蔵の国、うん、東京、なんとなく、まあ、うん、聞いたことあるなみたいなんですね、あ、はい、もうここまでにし、ここまでにしますが、あ、そうなの、うん、もう結構喋っちゃったんで、次とか結構、うん、濃州、じゃあちょっと前頭2段ちょっと、うん、ちょっともうさーっと紹介しますね、そうね、まず西前頭2段はですね、うん、濃州、読めない、これ多分ゲロじゃないですか、ゲロ、ゲロの湯じゃん、あ、うん、下の良い悪いの良いって書いてあるんですけども、そうか、ゲロの湯でしょう、肥後、ひな、
ひなぐ温泉。ひなぐ温泉？ひなぐってあるじゃん。鹿児島に近い方に。あ、はいはいはい。濃州底倉の湯、うん、備中調布の湯、調布、薩摩硫黄の湯、うん、紀州田辺の湯、うん、田島湯河原の湯、うん、芸州河内の湯、川張りじゃない、川張りの湯、うん、紀州大瀬地の湯、うん、加州白山の、なんだろう、奇変に久しいって書くんだけど、うん、何度かの湯、はい、白州、白州、白州富の湯かな、連れ、あの生徒、先生生徒の都に、都に見る、見るですね、うん、はい、東前頭2段津軽、うん、まあ、竹の湯、竹の湯でしょうね、さっきと一緒、あの、うん、陸竹の湯と一緒ですね、曹、うん、州湯本の湯、うん、図州正妙の湯、なあね、大名所、うん、の艦隊正妙、信州渋湯の湯、うん、渋温泉だね、会津天人寺の、天人寺の湯、うん、越後松野山の湯、うん、南部恐れ山の湯、うん、恐れ山って南部なの、南部派なの、南部でしょう、いや下北半島でしょ、もうこっちが南部じゃん、あ、そうなんだ、うん、はい、庄内田川の湯、うん、いわき、うん、湯本の湯、うん、米沢、うん、赤湯の湯、赤湯温泉、うん、下野、うん、中禅寺麓の湯、うん、はい、他にもちょっといろいろあるんですが、もう省略ここまでにしますが、うん、なんかご当地の方はこれ聞くとあーって分かるのかな、あ、ね、どうなんだろう、そうなんかな、 あれかみたいな感じなんでしょうね、キリさん紀伊半島の人間出身ですが、なんかピン、ね、紀伊半島もいくつか出ましたが、あ、ピンとくきてないし、そうです、ね、紀州大瀬地なんて言われても分かんない、大瀬地ってどうでも白浜温泉とかないよね、あ、ね、近代になってから開かれた温泉とかもあるし、あ、どうなんでしょうね、江戸時代もやっぱまあ温泉ブームってこういうのが出るっていうぐらいだから、まあ、旅行のね、うん、当時っていうのもやっぱり、ね、基本ほら江戸時代は旅行ってあんまり許されないから、そうです ね、 ね、だからお百姓さんの骨休めは結構まあ比較的許可が出る旅行の一つなんで、なんか湯治場というイメージの温泉が強いのかな、まあ基本そうでしょうね、今みたいにそのなんでしょうね、物見湯さんというか、うん、うん、今なんかね綺麗に温泉設備整って、そう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 、もうすっぽんぽんであっちからこっちうろちょろ入ってねあのさ、あの三重県のね、ああの長島温泉って、そう、長島スパーランドのとこ、遊園地のね、うん、あそこに湯浴の島って大温泉施設があるんですよ。で、まあ、三重に行った時に、ちょっと割引チケットをもらってたんで、知り合いから立ち寄ったんですよ。だってそこ温泉入るだけで普通1500円か2000円ぐらいするんですよ。うん、でちょっと半額券だったんで、うん、まあ700、800円で入れたんですけども、そしたらその建物の中に大浴場があるでしょ、うん、普通で外に露天風呂があるでしょ、うん、で露天風呂とか屋外に10個ぐらい大きなお風呂があるんですよ、うん、だからすごく広大なの、そこみんなですっぽんぽんで、こうあっちの湯に入ったりこっちの湯に入ったりとか、はしごして遊ぶ、もうスパワールドですよね本当に。そうね、うん、異様な世界だよねと思いながら、うん、まあ、まあ、日本独特だよね、うん、楽しいですけどね、うんうん、好きだよねああいう、ね、温泉とか、あのなんだっけ、なんていうの、ああいうのスーパー銭湯、あ、うん、もうさ、ちょうど今なんか暑くもなく寒くもなく
ね、いい季節じゃないですか、うん、でこんな時にあの寝湯ってあるでしょ、あこう超浅い数センチぐらいのでとかさとかがあったりするともうそこでさもうあのすっぽんぽんで寝てると気持ちいいよね、まあ温まってね、あのあと涼しいのはいいですな、本当お風呂大好き日本人ですね、うん、非常に温泉紹介したものの知らないところが多かったので、うん、またご当地の方追加情報お願いします。じゃあお便り紹介します、うん、はい、まず最初はですね、最上義明大好きさんからいただきました、うん、ケリーさん、水月さん、いつも楽しく拝聴しております。山形に住んでおり、山形の発展に尽力した最上義明が大好きです、うん、小さい頃から最上義明ってどういう人物なんだろうと思っていました、うん、大河ドラマ、独眼竜政宗では原田芳雄さんが義明役でした、うん、その当時高校1年でしたが腹黒そうで好きにはなれませんでした。渡辺謙が演じる伊達政宗が大好きで憧れていました、うん、しかし最近家康に天下を取らせた男や、うん、北天に落土ありなど最上義明関係の本が出版されました。購入して読んでみるといかに戦わずして領土を広げていったのかが分かりました。北の関ヶ原と言われる長谷道場をめぐる上杉氏との戦いなど最上義明ってすごいんだなぁと思い大好きになりました、うん、大河ドラマは無理でも数回の歴史ドラマにしてほし、してみてほしいです。ケリーさん、水月さん、どう思われます？今後も配信楽しみにしております、頑張ってくださいといただきました、うん、最上義明、うん、本当あの独眼竜政宗の嫌なおっさんのイメージが、そうですね、ちょっとこう兄弟でなんかドロドロした感じですね、あのお東の方、うん、義姫とね、まあ見方、こういう見方もあるんだね。北の関ヶ原って何ですか？上杉とあの伊達の戦いでしょ、あの関ヶ原でやってる時にほら上杉氏が戦って、ああ上杉氏は西軍じゃないですか、はいはいはい、それのあれでしょ、伊達家が攻め込んで、そうなんだ、そうでしょ、あ、うん、でその時最上義明も、うん、そうそうそう、東軍に味方して、東軍は徳川か、伊達と最上と上杉でしょ、はあ、その辺ちょっとやると面白いかもしれないですよね。でそんな行くあんまり戦わずして領土広げていくという、うん、こう知略的な、あ今そうやね、なんか本に出てますよね、確かに、でその辺うまく表現できると面白いんじゃないかな、うん、もっと山形県でプッシュしていただければ。銅像ってなかったっけ、山形の駅か前に、駅前に、山形駅になかったかな、違うかな、記憶が、僕山形県は山形市と米沢には行ったことあるけど、ああ米沢、あんまり記憶ないな。はい、ありがとうございます、うん、さあ続いてシーノーさんからいただきました。こんにちは、8月15日の吉岡塾の配信時にお便りを読んでいただきありがとうございました、うん、天皇祭りは名古屋市東区筒井町で毎年6月上旬に開催されるお祭りです。徳光寺、あと徳光さん、県中寺の三門を中心とした山車が2台練り歩くお祭りです。愛知県には山車が練り歩くお祭りは多いのではないでしょうか。暑い時期ですのでご自愛くださいませ。ではまた楽しみに聞かせていただきますといただきました、うん、前ねお便りいただいた時にあの天皇祭りのことね、ありましたね、おっしゃってあのメッセージがあったんですけど、私たちが知らないのでということで、うん、名古屋市のお祭りですね、うん、愛知県も山車の祭り多いですね。まあ、西ね、関西も結構多いし、うん、西かな、なんかそんなイメージありますね、うん、はい、続いて遠井さんからいただきました。
日本通史聞いてみたいですといただきました、うん、まあうちらの今の番組って何か歴史のワンポイントをピックアップして紹介していますが、すね、以前のねお便りで通史でね、おもれきで日本の歴史を流れ順にね、うん、聞いてみたいというご意見があったんですけども、うん、遠井さんも聞いてみたいと、なるほど、はい、いただきました。まあやる機会があればやるって断言しちゃうとね、なんかやるかもねっていうことで、ね、ちょっと濁しておきます、うん、はい、はい、続いてデジンさんからいただきました。デジン、はい、聞き直してみたら、ポリタンクの色の話、うん、愛知では両方見るけれど、うん、青色の方が俄然多いな、うん、その差は大きく、ほぼ青と言っていい程度、体験的に赤のポリタンクを買ったのは近年ガソリンスタンドで容器を求めた時だけ、以前はガソリンスタンドでも青だったような記憶がありますといただきました、うん、以前いただいたお便りでポリタンクの色が東西で赤か青かということで、で僕もねちょっとこれ以前のお便り見てホームセンター行った時にポリタンク見たんですけど、青が多かった、青しかなかった、青水色しかなかった、青ね、もう我々も青かな、ね、そうすると、まあ、東か西の人間かっていうのが分かってくるというのがあるかもしれないですね、うん、続いてパンタローンさんからいただきました。音質は慣れましたよ、ファイルサイズを小さくしようとしているのだろうなと思ってました、音質もうちょっと良くならないかというようなコメントをいただいた後に、いただいた紹介した後にいただいたメッセージなんですけどね、うん、ちょっと最近音質良くなったと思います。そうそうそう、はい、まあこう私もねポッドキャストを始めて4年、うん、5年目になってるんですけども、まあおもれきはね、だからその前から、ね、やってるからね、おうおう、でまあその音声を取ってるレコーダーね、うん、あここいじると、うん、音質良くなるんだってところをついに発見しまして、いやー笑えない話ですけど、うん、だって今のさデジタル機器って説明書ないじゃん。ああそうね、ね、うん、確かにね、うん、で水月さんなんかこう電化製品とか買ったら説明書って必ず読みます？まあまあ流し読みだよね、やりながらやっていくって必要なとこしか見ないでしょ。そう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 、説明書僕見ないんですよ、うん、適当にいじって分からなくなったら見てみることしかしないので、うん、当初何も困ってるつもりなかったんで調べもしない、うん、ここに録音って書いてある、これボタン押しゃいいって見たら分かるじゃないですか、うん、それでずっとやってたんですね、うん、はいまあこうやって人は進歩していくんですね、はい、そうね、はい、さあ続いてまゆさんからいただきました、うん、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは、ステッカーが届きました、はい、ありがとうございます。ベンガラ色が日本史にとてもよく合っていて、さすがだと改めて感心しました。 iPhone の裏側に小さい方を貼り、大きい方はいつも持ち歩いている2つ折りのファイルホルダーに貼りました、うん、これからも番組楽しみにしておりますといただきました。あと他にもですね、ステッカー届きましたよというのが来てますので、ちょっとまとめて、うん、続いて HS さんから、あ、はいはい、本日ステッカー届きました、ありがとうございます。1枚は車に貼って小さい方を携帯に貼ろうかなと思いましたが、ちょっと前に5000円の iPhone ケースを買って、買っ
って貼るところを考えています。決まりましたらまたメールしますといただいております。5000円の iPhone ケースにおもれきステッカー、はいですね。続いてほこら2号さん、ほこら2号、はい、ケリーさん、水月さん、ステッカーありがとうございました。本日封書を拝受いたしました。もともとはそんな理科の時間が好きでラジオを聞いています。ある日吉安さんは水月さんではないか疑惑があった時、こちらの放送を聞いてみたことから気に入って聞き続けています、うん、今後とも今のような楽しい放送をよろしくお願いしますといただいてます、うん。続いて HS さん、 HS、 あ、また HS さんだ、あ、そうか、はい、違う HS、はいはい。ケリーさん、水月さん、ステッカー届きました。感謝感謝です、ありがとうございました。はい、もうちょっと頑張って読もうか、うん、はい。続いて文月さんからいただきました。おもれきステッカー届きました、ありがとうございます。早速、うん、大学生の僕はスマホにつけて福岡を、たまたま帰省していた鶴のマークの飛行機会社で働いているおばはスーツケースに貼って全国を宣伝するそうです、うん、全国で宣伝するそうです。すごい。まだまだお暑いのでお二方とも体調管理には気をつけてください。末永くおもれきが続くことを願っています、うん。続いて、木の江根太郎さんから、木の江の根太郎さんだっけ、うん、はい。ケリーさん、水月さん、いつも楽しいポッドキャストありがとうございます、今日は台風が関東に上陸しましたが、ポストはずぶ濡れですが、ステッカーは無事でした、ありがとうございます、うん。台風の日に届いたみたいですね。そうですね。続いてヒゲさん、ヒゲ、はい、ステッカーといただきました、ありがとうございます。これからも楽しく拝聴させていただきたく思います。厳しい残暑が続いておりますが、体調大事に頑張ってください、うん。続いて IY さん、 Y かな、はい、うん。本日ステッカー届きました、ありがとうございます、嬉しいです。これからも聞き続けますので頑張ってくださいということですね。この辺までしとこうかな、うん。はい、皆さん、ありがとうございますね。ペタペタ貼って宣伝お願いします。そうですね、と言いつつね、僕はあんまりこういうグッズをもらうと、ああ使えないんですよ、取っとく派なんですよ。まあまあまあ、そうですね、一枚だとそうなるわな、うん。でまあ、私たちはね、うん、自分用にちょっと皆様より多めに持って、ね、持ってたりね、するんで、ちょっと皆さんより無駄遣いしてますが、ねえ、まあ一回見かけたいもんですね、街でないね、うん。でもこう文月さんのおば様は、あ、飛行機会社で働いてる、某航空会社の、なんだろうね、何かされてるわけですね、うん。パイロットかキャビンアテンダントか、うん。おばさんはパイロットじゃないでしょ、女性の、あ、女性のパイロットっていいの今、知らない。でもいてもおかしくないですよね、うん。この前なんかできたかできないかとか、そんなんじゃなかったっけ。あ、そうなんです、うん。鉄道はね、新幹線でも今、まあ、電車はね、運転してますけど、うん、なんでダメなの女性。よしろ、あ、ダメっていうか、うん、ね、堀ちえみだってスチュワーデスで頑張ってるんだもんね。古いなねえ、はい、ね、こういうシールとかね、ペタペタね、こうは貼るのは女性の方が得意、遠慮なく貼っちゃうみたいですね。あ、そう。なんかほらメモ帳、スケジュール帳とかに貼るシールってあるでしょ。ああ、なんかそのなんか、なんか今日はデートとか、これの日とか、そうそう、お食事とか、はいはい、もうそんなペタペタ貼らない。使ったことないの手帳とか。そうだろう、うん。だから女性は好きみたいだよね。だから遠慮なく。ね、どんどん遠慮なく使ってくださいね。もちろん、はい、ね。じゃあ今日はですね、ここまでにしましょうね、うん。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなどの思い出や感想を募集しています。他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい、お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、
ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です、うん、あとちゃんとお名前も書きましょう ね、 名前ね必ず手紙には、はいはい、じゃないと0点だよ。はい、さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方はおもれきのチャンネル登録をお願いします、うん、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。